ドクターナブの研究所。はいどうもです。今日はですね、先日私が経験したことを皆様にお伝えしたいと思います。経験したこととはズバリ新型コロナワクチン接種。そう、医療従事者の私は先週の土曜日に医療従事者用新型コロナワクチン集団接種を受けてきたんです。はい、それを再現したいと思います。まず会場は都内の小学校でした。一応密にならないように細かく時間指定されています。はい、この日のために私はスリッパを買いました。ここでスリッパに履き替えて仮設の受付に向かいます。こんにちは。はいはい、体温測ってね。ここで検温します。そして何時予約なのか伝えます。はいはい、矢印の方に向かってね。はい、なんか矢印があるのでそっちの方に向かいます。廊下を歩いている時ほぼ誰とも会いませんでしたな。さあどんどん行きましょう。結構遠いですな。お、また矢印発見。こっちですな。お、なぜか外に出てしまいました。あはは。そう、接種会場は体育館なのです。ここに来て数名の人が並んでいましたな。はい、ここが会場となります。結構忠実に再現できたと思います。私のアップした写真を見た方はわかりますよね。はい、ここで書類の確認をしてもらいます。はいはい、体温測ってね。検温と事前に記入していた書類をチェックしてもらいます。これが実物の問診票です。うん、ナバさんね。はい、書類は OK です。次は医師の問診を受けてね。わかりました。はい、書類と予約の確認ができたら医師の問診を受けます。ここで数秒待ちました。はい、ナバさん。はいはい、どうぞこちらに。こんにちは、ナバさん。はい、体調は元気？うんうん、なんやかんや大丈夫？うんうん。じゃあいいね。本当はもっと真面目です。ふふ。この後、やっとワクチンの接種になります。こっちおいでって言われて、パーテーションで囲われた3つの部屋があります。ここでも数秒しか待ちませんでした。すぐに呼ばれるんです。この囲いの中には、おしゃれな女医さんたちがいます。あれ？なんかドアが開いてる。おいおいおい、ちゃんと閉めておいてっての、勝手にいじらないでくださいな。まったくもう。早く打ちなよ。わかってますっての。こんにちは。こんにちは。じゃあここに座ってね。あ、はい。あなた初めて。まあそうですな。痛いのはちょっとだけ、すぐに終わらせてあげるわ。何でもいいのでお願いします。って本当はめちゃくちゃ優しい女医さんでした。痛みもほとんどなく一瞬で終わりましたよ。でしょ、あなたじゃないの。もう一本打ってあげようか。いりませんって。まったく。はい、ワクチンを接種したら、ワクチンちゃんと打ったよっていう証明書にシールを貼ってもらいます。あんた、打ったのかい？はい、バッチリ打ちました。ならばシールを授けよう。ありがとうございます。あ、曲がっちゃった。ちょっと、そういうの気になるんですって。はい、これが実際の記録書です。私の情報と、1回目の接種記録が記載されています。この紙は2回目の時にも使います。はい、シールが曲がっているのは気になりますが、これで接種完了となります。いや、あっちで15分安静に待機してて。はいはい、そう、ワクチン接種した後すぐには帰れません。この会場で15分の待機を命じられます。その間渡された説明書を読みます。うん、私はスマホでマイクラしてましたけどね。ここで待っていたのがおよそ20人くらい。結構ここには人がいました。はい、これが今回の集団接種の流れです。この接種後、数時間経過してから、腕の痛みが出てきました。そして夜には微熱が、うん。でもねえ、思ったより全然平気。しかし、本当に辛いのは2回目なのです。およそ3週間後に、私も2回目を打ちます。噂によると高熱が出るとか、うん。その時にはまた、皆様に状況を共有したいと思います。はい、でもねえ、ワクチン打っても、マスクして、手洗い消毒、密を避ける、
それらは変わりません。一人一人の意識で、拡散は防げます。もう少し一緒に頑張りましょうね。ねえ。